皆さんこんにちは。市のための認知症予防動画です。今回はデイサービスで最も人気が高い間違い探しです。空間認識能力と集中力を鍛える効果があると言われています。絵が左右に並んで表示されます。左右の絵で3箇所違うところがありますので、どこが違うのかを当ててみてください。回答時間は90秒です。全問正解を目指して挑戦してみてくださいね。それでは早速始めましょう。1問目です。両親に見送りされているイラストです。違うところを3箇所探してください。答え合わせです。まず一つ目は、お母さんの目が違いました。二つ目は、男の子の洋服のボタンの数が違いました。そして三つ目は、男の子の眉毛が違いました。大学で田舎から都会に出る風景をイメージしますね。2問目です。お母さんとバレンタインのチョコレート作りのイラストです。違うところを3箇所探してください。答え合わせです。まず一つ目は、チョコレートのハートが途中で切れていました。二つ目は、
お母さんのエプロンの柄が三本線になっていました。そして三つ目は、左にある板チョコの大きさが違いました。バレンタインのチョコレート作りは女性にとっては一大イベントですよね。最後の問題です。家族で旅行のイラストです。違うところを3箇所探してください。答え合わせです。まず一つ目は、男の子の洋服の柄が違いました。二つ目は、女の子の左にあるカートの車輪部分の色が違いました。そして三つ目は、お母さんの持っているバッグの水色の太さが違いました。旅行前のワクワクは小さい頃の遠足前と変わらないものですよね。以上で問題は終了です。いかがでしたか？今回の動画で使用した間違い探しは市の種のホームページで無料プリントして配布していますので、そちらもチェックしてくださいね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。